よう、ドロロ。久しぶりだな。日立か。ずいぶん探したんだぜ、お前のこと。じゃーん、見せてもらうぜ。お前が持ってる残りの半分をよ。そいつは。いいかい、ドロロ。よーく覚えておき。これはお父ちゃんの命がけの願いなんだ。お前が受け継いで守っていくんだよ。なんでお前がそれを持ってんだ、イタチ。おめえの背中にもこいつと同じものがあるはずだ。おい。おいらに触んな。おいらの背中が見たいなら見せてやるよ。どうだ、地図なんてどこにもないだろ。かしら。背中にねえなら頭ん中にあんのかもしんねえ。手がかりがこいつだけなんだ。連れてくぞ。ちくしょ、話せ。うん、ちくしょ。おいらにこんなことしようがただじゃおかねえぞ。お前らなんか兄貴が来たらコテンパンだ、バカ野郎。相変わらず口が減らねえやつだな。兄貴。知らぬいの巻。そろそろだな、イタチ。早く寝ろ。明日はおめえにも働いてもらうからな。こいつの続きを教えてもらわなきゃなんねえ。やっぱりお前が行こうとしてる場所って。ああ、火袋のお頭が金を隠した場所よ。驚くことじゃねえさ。俺はな、お頭と組んでる時からうすうす気づいてたのよ。あの頃、侍から奪ったお宝がたびたびなくなってたんだ。それも金になりそうな上物ばかりがよ。そいつを見て思ったのよ。宝を持ち出してんのはお頭じゃねえかって。なんとか尻尾をつかんでやろうと思って、そこから探ってみたのさ。だがさすがお頭だ、尻尾のしの字も出しやがらねえ。そのうち俺の方が根を上げちまってな、単なる思い違いかもって気にしねえことにしたのさ。じゃあなんで。どうしても金が必要になってな、そん時になって思い出したのよ。どうせダメ元と当たってみることにしたのさ。だがお頭はとっくに死んじまってる。知ってるとしたらお前たちしかいねえ。最後に会った山寺に向かっている時、墓を暴かせてもらった。で、おめえのおっかちゃんの背中を見たら、こいつが書いてあったのさ。よくも、よくも、よくもおっかちゃんを、こんにゃーくそ、畜生。ま、死んだもんより生きてるもんだ。情じゃ金は手に入らねえ。ドロロ、見えるか、あの岬が。あれが白骨岬だ。
おめえの親父が金を隠した場所よ。こっから先はお前頼りだ。手伝ってくれたら分け前は弾むぜ。おめえだって金は欲しいだろ。うまいもんを食いてえだけ食えるぞ。いるかいそんなもん。おめえの腹は正直だな。違う、今の馬だ。おいらじゃない。笑うな。頭、こっから先は。あそこには陸伝いじゃいけねえ。岬に渡るための船がいるな。野伏せにでも襲われたか。カシラ、船だ。ああ、全部ぶっ壊しやがって。ひでえ真似しやがる。どうしやす、船が欲しいのか。船ならあるぜ。どこへ行きたいんだ。あの岬だ。いいぜ。その代わり金はもらうぞ。おめえだけか。他の村の者はどうした。野伏せに襲われてみんな死んだ。あいつなんか変だ。やめといた方がいい。金は向こうについてからだ。構わねえ。キライタチ。他に船はねえ。変な真似しやがったらその場で切り殺しゃいい。さあ乗った乗った。他の漕ぎ手はどうした。いつ俺が漕ぐって言った。どうなってんだ。なんだあれ。サメだ。サメが引っ張ってる。次郎丸、三郎丸だ。名前つけてんのか。家族だからな。当然だろ。サメが家族だ。そうさ。どうだあの力強い姿。変わった野郎だ。こいつが気になるか。うん、この腕はな、次郎丸たちに食わせてやったのよ。あんまり腹を空かせてかわいそうだったからな。自分から食わせただと。頭いかれてんのか。別に惜しかねえさ。この世でこいつらほど大事なもんはねえからな。ただそのせいで人の味を覚えちまってよ。それ以外受け付けなくなっちまった。はじめは死体を食わせてたんだ。そのうちもっと生きのいいもんをと思って女子供を捕まえてきて食わせた。食うたびにどんどんでかくなって、今じゃ村一つは余裕で平らげるぜ。村一つってまさか。ああ、野伏せりは嘘だ。全員こいつらに食わせた。ひで、さっきより遠ざかってやがる。今頃気づいたか。間抜けな野郎だ。今すぐ船を戻しやがれ。次郎丸、三郎丸、待たせたな。新しい餌だ。てめえ、こっちだ。ただのサメじゃねえ。どうだ、うまいか。
後でもらうよ。てめえ！やめろ！一度に食うと腹に悪い。残りを食うのは後にしな。サブローマル、見張りは頼んだぞ。日が落ちたら飯の続きだ。逃がす気はねえとさ。天下のイタチ様もここらが年貢の納め時か。侍から逃げてきたと思ったらまさかサメに食われるとはな。侍、そうだイタチ、お前漁師とうまくやってたんじゃないのかよ。ああそうさ、漁師様のご命令で戦場に行ってよ、必死に手柄を立てようとしたぜ。だがな、チキさん、助けはまだか。頭、お、援軍はいつ来る。来ねえ、そんなもんは来ねえ。何？あいつらこぞって本陣を攻めに行きやがった。俺たちはただの大鳥だ、捨て駒にされたんだ。な、お頭の言った通りさ、奴らにとっちゃ俺たちは人じゃねえんだ。侍に関わってもろくなことはねえ。それで見切りをつけて野党に戻ることにしたのよ。それでお父ちゃんの、ああ、こんだけ凝った隠し方をするってことは相当な大金を貯め込んでるはずだ。そいつのありゃ何でもやりたい放題よ。それも短い夢だったかな。こんなことならおめえのおっかちゃんの墓を暴くんじゃなかったぜ。悪かったなドロロ。あ、入って、何しやがる。痛えだろ。痛えってことは生きてるってことだ。生きてんのに死んだような顔すんな。おいらはな、お父ちゃんやおっかちゃんがいなくてもたった一人で生きてきたんだ。つれえことや苦しいこと、死んじまいそうになったことだって山ほどあった。それでもな、おいら一回だって弱音なんか吐かなかった。こんなのへっちゃらだって一人で頑張ってきたんだ。下を向くな、顔を上げろ。野党なら最後の最後まで往生際悪くあがいて見せやがれってんだ。言いたい放題言ってくれやがって。気の強さは親父そっくりじゃねえか。おう、おめえらガキにこんだけ言われてんだ、ここで立ち上がらなきゃ男が廃るってもんよ。それでも泣き言言うやつはサメに食われるまでもねえ。俺が叩き切ってやる。でも頭、一体どうすりゃいいんです。そりゃどうするつもりだドロロ。海に潜っておとりになる。合図したらこの縄を思いっきり引っ張ってくれよ。は？オイラを追ってサメが海から飛び上がってくるはずだ。そこを一斉に刀で刺すんだよ。そうすりゃ倒せるはずだ。頼んだぞドロロ。あいつ無茶しやがって。
ましたか。死んだのか。やった、やったぞ。浮かれてる場合じゃねえ。そろそろあいつが戻ってくる頃だ。あのお日さんが落ちる前に岬に上がるんだ。いいかおめえら、船の腰板を外して貝代わりにしろ。岸まで死ぬ気でこぐぞ。それとな、そこまでか。本当に来やがったぜ、間抜けなサメ野郎がよ。てめえら、海では世話になったかな。丘に上がればこっちのもんよ。なあ、もういいだろ。これ以上は死んじまうよ。こいつのせいで手下の半分が死んだんだ。殺しても殺したりねえくれえさ。イタチ！ちっ、あったよ。そこらに捨てとけ。そんじゃ、そろそろ聞かせてもらおうか。ん？おいおい、金の隠し場所に決まってんだろ。俺は諦めるなんて一言も言ってねえ。知らねえもんは知らねえよ。おめえな、すぐ目の前に大金があんだぞ。欲しくねえのか。お前さんの背中のそれは人を動かし世を変えるでかい力の源になる。今は欲しくねえ。そうかい、なら力ずくで教えてもらうぜ。俺もこのままじゃ終われねえんだ。何としてでももう一旗あげてやる。背中には何にもなかったろ。背中にはな、他の場所に書いてあんのかもしれねえ。やめろ、やめろ。こいつはそうだったのか。お頭はなんでお前を男として育てたんだろうな。くそ。あ、ドロロ、おめえ背中が。背中を火に当てろ。やめろ。見るな、見るな、見るな。こういう仕掛けだったのか、ドロロ。行くぞ、てめえら。くそ、戻ってこい、たち。それはお父ちゃんの大事なお金なんだ。なんだ、次郎丸。次郎丸、三郎丸。言いたかったろう、苦しかったろう。あいつら皆殺しにしてやる。次郎丸、奴らを食い殺せ。もしそこのお方、片足での旅は大層難儀でしょう。
人々の失った手足を作り施して回っておられる御仁に心当たりがございます。確か名を